ここは鹿児島県奄美大島。亜熱帯の気候風土は古代から変わらない森をここに残します。まもなく春を迎える奄美の森に朝がやってきました。イタジというシノキですね。奄美の森の大体 60% ぐらいをこのイタジが占めます。はい、今ちょうど下の方にあの白い花をつけておりますけども、これが琉球バラ苺の花になります。多分4月頃になると赤い実をつけてちっちゃい時食べました。はい、学校の裏山に入って苺のつまみ食いをしておりましたカゴメランです。とっても地味なんですけども、うん、この網目模様が特徴のランですね。秋頃にあの花をつけます。ただし地味なんで誰も気づいてくれません。イジュっていう木がこちらです。高倉のこの屋根を支える柱の部分がこの全部イジュの木です。それと雨が降ってきた時の、 あの幹を伝わってくる水、それを栄養分として生きてます。ですから寄生している植物とは違って弱性ですから、水から甘みてんね、別名マムシグサと思いまして、ちょうどトグロを巻いて鎌首をひょこっと上げてる。奄美の森にも落葉樹があるので、割とこの冬の時期は森の中にこう光が差し込んでくるんですね。ところが夏になるとその落葉樹も全部葉っぱをつけますので、完全に森の中っていうのはやはり日差しを遮りますので、なかなかやっぱり森が若返ってこないんですね。ところが秋台風がやってきて、台風の風でもって木を倒し枝を折り、そこにあの森の中に光が入り込むように自然の力で、そして翌年に隙間から光が入り込んで春にまた花を咲かすという繰り返しで、ね、季節が転換してきます。台風が森を再生させるとは知りませんでした。実はその奄美って言って何があるっていう、その非常にこう印象的になるようなものはないんですね。だけどここはゆっくりゆっくりしたスピードで見ていくと、普通の観光地は違って見えなかったものがたくさん見えてくる世界が多分奄美の一番魅力だと思うんで。奄美の最大の魅力は人なのだと、この地を誇りに思う地元ガイドの彼を見ていて感じました。ここに美しき日本があります。